はい、皆さんこんにちは、ミスターボルディです。今日は新潟県三条市下田村に来ております。後ろヤギが花が見えます。そしてまたまた親父さんがいます。ちょっと締め手配されてるのかな、顔出すとちょっとやばい子だから、お尋ねが来るかなと思って。大丈夫ですか？大丈夫ですね、はい、今日は下田前、下田の米フェスに来ました。会場は正面になっております。屋根があって見えませんけども向こうになっております。それでは早速行ってみましょう。正面米フェスやってますけども、お子様、お子様、お子様、親子がたくさんおります。これ映せませんね。すごい繁盛してる場所になっております。お子様映しちゃうとね、後でね親御さんたちおかえからね映さないようにいかないとね。こっちの関心ある、このナタで、はい、これは何、何なんですか？端付きで、あの、まあ、枝払ったりとか、まあ、買った枝をこう回収したりするのに使う端です。これはこれ、これ、まあ、山梨で、まあ、書いてる通りなんですけど、山で、まあ、ちょっとナタとして使ったり、そのまあ、獲物を刺すのに使ったりするので結構鋭利になってる感じですね。いつも山、はい、毎日山入ってるんだけども、あ、そうなんですよ。でみんなここが切れちゃってね、あ、これでこのベルトにちょうど、うん、で一個新調しようかなと思って。あ、そうなんです。ちょっとちっちゃいんですよ。あ、大きい目がいい。だいたいこのぐらいの大きい目で厚さがこのぐらいがあって、これがなかったんですよね。ちなみにこちらの片刃、あ、片刃ですね。こちらの一応ちょっと片刃にはなるんです。お使いのナタは、これだと銃刀法違反で捕まっちゃうでしょ。基本的にはどれも、あの、ダメなんですけど、その用途がないときに。え、でも山でしょ。まあ、その、はい、携帯して、うん、その山に入って使うっていうことであれば大丈夫なんですけど、うん、一番熱いナタ、一番熱いナタ、今日持ってきてるのはこれが、そこのアウトレットの両刃、柄が短いやつですか？歯が長いやつで、こういうふうに長くて厚いやつか。だってこれ多分、うん、この端ぐらいですかね、うん、でこれが長くて1mm はね、ちょっと今日ね、この磨きのタイプしかも持ってきてなくて、このタイプないんですよ。すごいじゃないですか。うん、これつば付きなんで、もう指が奥まで行っても、はいはい、手が怪我しないようになってる。でこれもし歯こぼれたり、はい、この辺こぼれたらあんですよね、顔に。あ、うちで、はい、あの、はい、歯の歯研ぎも全然しますし、はいはい、じゃあこれください。 ありがとうございます、はい、いくらですか？6000円になります。払いが終わった方は、はい、お預かりします。安いね、2、3もすると思って来たから。通常本当はだいたいこのぐらいと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。あの、卸でしか基本はこうやってなかったんで、直接売るのはこういうイベントじゃないと出せないんで。あ、ごちそうさまです、はい、よかったよ、はい、山入るときね、どうぞ。なた買いました。銃刀法違反に捕まらないようにこれ持って山入りたいと思います。いいね。一応6000円ですけども1万5000円ですって本当は、はい、絶好調です。でここの、ここのお店がここ 三条なんですか？はい、三条にある、まあ、イカラシ刃物っていう会社なんですけど、はい、うん、使わせてちょっと試してみる。これちっちゃいの？いや、指詰めとあれですね。指詰めないでくださいね。小指あります？これ以上小指あります？ないです。おお、うまいですね。いや、小指あります？ないです。じゃあそうしましたら、いろんな出店のある方行ってみましょう。じゃあ見ていただいて、はい、あ、目焼けません？大丈夫ですよ。あの、そんな安物じゃないです。この赤い中にあるのが太陽です。太陽、うん、で、わざとの赤い色だけ、実はこれ水素の色なんですけども、うん、それで見ているので、じゃあ、あの点についてるのがなんて、黒点になります。黒点、で、黒点はあっちの望遠鏡、今そっちのモニターに出してるんですけども、うんうん、それでよく見えますし、うん、これはあの、
プロミネスっていうのが黒点の斜め下に見えるんで、右斜め下ですね。ここに大きな黒点とこちらに小さな黒点が3つぐらい見えてます。これだと、まあ、黒点しか見えてないんですけども、このプロミネンスの望遠鏡を使うと、そこにですね、こういう炎ではないですけど、そのもやっとした爆発現象、コロナじゃなくてプロミナンス、コロナっていうのは全体に日食とかをこうわーっとこう白く光るイメージなので、ここはプロミネンスはこういうブリッジ状態のものが見える。これはこっち側の光です。右側の方で見てます。これ見る場所ないんですよ、全部スマホでしか見れない。あ、雲がいる。真ん中の太陽の。ああ、どうも。今大食いの準備を。ああ、そうです。大食いの前にはヨーグルト。こちらは食べ物エリアになっております。いろんなものが売っております。弁当から始まって、ここは何だろう。ちょっとわからないけどもありますね。ここは昨年カレーライス食べたカレー屋さんですね。もつ煮も流行って並んでますし。焼き芋もいつも映してる焼き芋屋さん並んでます。で、正面ちょっと煙たいけども、これはなんだ、こっち行ってみようか。ここは焼き鳥屋さんになってまして、クレープ屋さん並んでますね。で、こちらがバーガー屋さんですね、なっております。はい、全体的な全体像はこうなっております。すごいです。子供家族連れが多くてすごい賑わいになっております。撮影の順番がもうバラバラになってまとまりはないと思いますけども、これはこれでまたよしといたしましょう。これはお魚焼いてんですね。はい、あそこで釣った魚をここで。もう釣ったんですか。先に釣ったやつを。あ、美味しそうですね。はい、何でしたこれ。ニジマス。ニジマス。ニジマス、はい、すごいね。で、これ飯盒炊爨するんですか、これから。そうなんですよ。それはこっちで入って入る。すごいですね。何分ぐらいでできるんですか、米は。ちょっとやってみないとあれなんですけど、30分ぐらいでいけると思います。早いですね、はい、そうしましたら正面釣りやってますんで見に行ってみましょう。お子様が一生懸命釣っております。釣ったね。ご苦労様です。どうもどうも、ニジマス釣れてます。スポンサー僕のスポンサーご飯を食べさせてくれ。もう一匹ぐらい。この腹食べてもらえ。食べられてしまった。まあ食べた後なら大丈夫ですからね。おめさんどんだけ食うんだって話なんですよ。なんか、はい、子供が釣らなくて大人が釣ってますね。そうそう、大人がね、童心に帰って、逆に大人の方が楽しいじゃん。お前竿稼いなんつってね。避けてくな。ぽい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 。おー、ナイスフィッシュ。米で釣ったでしょ、米で。魚食べててさ、血の番臭いなと思ったことがあるよね。なんで臭いかって、血が臭いの。血をちゃんと取る。さっきまで生きてたの。どんどんまだ生きてる。すごい。先ほどさばいた魚がここで焼かれます。かわいそうだね。でも美味しそうだね。食べてあげないとね。もうちょっと爪で数相当くるんです。はい、そうしましたら何か食べましょう。カレーまだあります。うん、豚カレーありがとう。はい、はい、ありがとうございます。豚カレー、はい、はい、ありがとうございます。はい、カレー買いました。これ食べましょう。はい、カレーです。いただきます。ずっしりしてるな。うん、うま。うまいですね。
うん、美味しいです。はい、そうしましたら正面テーブルとスプーンが並び始めました。前回辻族で食レポしてくれた師匠が指導と最強大喜利で出ますんで、あー、ヤギが花カレー、イエーイ。あ、これで7号なんですね。うわうわ、これはすごいね。あ、どうも、こんなにしてますね。それいけるの？下田を表現してるかな。それでは参りましょう。ヤギが花カレー大食い大会スタートー。はい、オイスターが入りました。オイスターだ。オイスターでって言ってください。オイスターだ。はい、オイスターはですね、こちらの方に自分で持ってきていただいて、好きな量を入れてください。そういうことですね。お、オイスターだ。嘘、オイスターだ。オイスターだ、2人目、さあ長沼兄、長沼兄、お皿も大きいね。 お兄さんもハーフ、ハーフ、ハーフだ。おいしただきました。残り3分そうでしょ、ね、7号あったんだよ。間に合うかな。ごめんね、間に合わなかった。単色を狙ってるのかな。間に合うかな、間に合うかなっていう。3回目の追いカレー、残り1分半で追いカレーに来た。ごめん、間に合わない。ごめんね。いけんじゃないの。3、2、1、ゴール。いや、ガラシリバーさんもびっくりしました。いや、男性チームこれ7号ありました。選手たちに大きな拍手お願いします。すごい、みんなすごい、みんなすごい。ヤギが花大食いカレー終了。ありがとうございました。素晴らしい戦いでした。デザート食べる？はい、デザート。デザートは食べます。デザートは全然食べたい。逆に名前残ってます。今回のタイトルはデザートは別腹だっていう。大食いした後に果たして食べられるのかっていう。あ、全部いきます。全種類。まず食べる。まあ全然食べます。デザートは別腹。じゃあこのお皿に持って。はい、ありがとうございます。はい、お水ですか？お水。はい。あ、はい、お水1個ございます。1本ですね。はい、あ、ありがとうございます。よかった、ごめんなさい。あ、すいません、2度目の出演で。7号だろ。7号、あとちょっとでしたね。で、7号食べてまた食べるの。そうです、そうです。まだ食べて2分ぐらいしか経っていただきます。意地やね。そう、デザートは別腹かどうか説ね。いけると思いますよ。まあ、カレー食べろって言われたら食べないけどね。うん、どんな感じ、どんな感じ。じゃあ今下田前でね、のこめこで作ったんですね。長野のこめこ。長野のこめこ。いや、そのそれをもう死にそうでしょ。いや、全然あの食べるのはいいんですけど、これ下田の米の味かなと思って食べてて、だから中のなんかトッピングトッピングしました。そうで、口の水分取られたらこのね。いや、でもうまいですね。ありがとうございます。あの、ああ、米粉じゃ、いや震えてるよ。大丈夫。冷やせたい。これはもうね。大丈夫。うん、大丈夫。お腹が。もうお腹はね、もうえらいことになる。口の中の水分取られる。ああ、スモンの恵み。これは正真正銘下田の米。これこれ。あのね、すごい合うんですけど。はい、カレーの後はちょっとお腹が空いとる時だったら美味しいんだけど、また米を思い出した、さっきの。行こうみたいな。食べてますよ。これは普段どこで行ってるんですか。これは普段はあのコロナ群というところで売ってます。下方にあります、大門町の近くです。三条市の大門町の近くのコロナ栗という会社で売ってます。
ご苦労様でした。ありがとうございます。どうも、これはどうも、どうも、はい、どうもありがとうございました。じゃあまた2本かな、600円。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、いただきます。はい、これですね。じゃあ行きましょう。一つ。はい。はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ隣で行きましょう。これも500円。はい、そうです。はい、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。はい、じゃあ一つ。ありがとうございます。はい、はい、あ、お入れください。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、米買いました。お土産買いました。大繁盛のフェスでした。カイド、ここは新潟県三条市下田郷オッケーサイン郷。はい、新潟県三条市下田郷米フェス行ってまいりました。お土産買いました。米、お芋さん映ってかな。お芋さん買いました。そして今日メインで最初に買ったナタ、ナタ買っちゃいました。こっちのナタがいつも使ってるナタです。サイズ的には一緒かな、だいたい一緒ですね、サイズ。でも今まで使った方が長いね、少しこのぐらいの差があります。こんな感じのナタになっております。よかった、古しい方がね、ここ破けててダメなんで、こっち新しい方は大きくなってますんで、そして壊れたらお店やってますんで、新しいこの鞘があるってことでこれ買いました。古い方も片刃でしたんで、こっちも片刃で良かったです。いいね。でもちょっと切れすぎるのがおっかないね。古い方はもううちの親父が使い込んで刃が落ちてなくなってて結構安全だったんだけども、やっぱり新しい方ね、歯がちょっと怖い感じがいたします。いただきます。